ただいまより、着彩落書き法の、説明をいたします。私、ラプトレ建築資格スクール金森です。では早速説明を始めたいと思います。まず、着彩落書き法の特徴ですが、IC 受験業界の初の着彩の本格的な指導教材です。着彩の学習には動画ですね、動画が最適ということで、着彩落書き法には各ページに動画がついております。こちらをご覧ください。これは着彩落書き法の表紙です。先ほどもちょっと説明しましたが、動画ですね、動画が着彩に非常に有効ということで、動画と塗り絵ですね、で着彩を学ぶというのが基本コンセプトになっております。ということで、ここにはありますが、塗り絵学習法という名前を付けましたが、新発想の学習法で、塗り絵をしながら楽しく学べるということになります。続きまして、次の特徴といたしましては、残り時間相談法という、ものを、まとめました。試験で実践的な合格着彩法を伝授いたします。試験というのはやはり時間に限りがあります。その限られた時間をどう、対応するかというふうに丁寧に、説明いたしております。続きまして、6番7番は練習帳ということで、着彩には平面図を要求されたり、藍染め図の要求だったり、パース図という、作図法が都市によって、異なる場合があります。それぞれの、図法では若干着彩が異なります。そういうものと家具ですねを、家具ごとの塗り方ということで、練習帳がついております。で、最後過去問の練習帳ということで、過去6年分の課題に対して、練習帳ということで塗り絵ですね、塗り絵の練習帳という形で、載せてあります。詳細につきましては、後ほどご説明いたします。はい、じゃあ、今度はですね、実際にこの本の中身を見てみましょう。まず、この、本ですけれども、この練習帳の使い方ということで、このページは、こういうふうな構成になっています。まずレベル1、そして次レベル2、レベル3、それぞれの着彩例がこのように載っています。そして、このようにですね、ポイントをちゃんと書いてまして、実際動画解説を見ながら、塗ることができます。で、今度ですね、こういったレベル1をちょっと例に挙げますが、着彩例を見ながらご自分でこの右側、要は見開きになってますので、こちらの右の方の練習帳でこれを見ながら練習すると、要は塗り絵ですよね。鉛筆でなぞって、そしてその上からもう一度このようにですね、ご自分の色鉛筆を使って塗っていくということになります。はい、続きまして、ラプトレのインテリアコーディネーター二次試験教材の、紹介をさせていただきます。ここにもありますが、マル秘テクニックが満載ということです。落書き法シリーズと名前を付けまして、こちらにありますように過去問題ですね、2023年の場合は10月、中旬あたりに、発売予定です。それから昨年改訂しました落書き論文落書き法ですね、それから平面図落書き法、立断面図落書き法、藍染め図落書き法と、今年、
10月初めに発売します着彩落書き法という形で全6冊の体系が揃っております。で、一応、落書き法シリーズには Amazon 版、いわゆる本ですね、紙ベースのものと電子版ですね、 PDF データでお渡しする、2つのタイプがあります。ちなみに電子版の方が、2000円お安くなっておりますということです。はい、こちらも合わせて、ご利用いただければいいのかなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、続きましてラクトレ式三角定規早書き訓シリーズの紹介です。こちらは平面図早書き訓ということで、50分の1の縮尺メモリが三角定規に、ついております。それからこちらは藍染め図専用の、三角定規ということで、これも、50分の1の縮尺メモリがついた三角定規です。インテリアコーディネーター二次試験では主に50分の1の縮尺のものが試験によく出ます。で、ヘキサスケール等もありますが、三角定規の方が、素早く2方向に、寸法止めができるということで、素早く、図面が描けるということで、こちらの方もぜひ、ご採用いただければと思います。先ほどから説明しました、落書き法の電子版と、縮尺メモリ付きの三角定規の購入方法の、ご説明です。こちらにありますようにラクトレのホームページの方に、ネットショップの入り口がありますので、こちらから、ボタンを押してご購入いただければと思います。よろしくお願いいたします。